無限に殺しちゃいそうだから、まだまだ壊せます。寝ましょう、まひるちゃん。さすがに怒るぞ、世界で一番稲見さん。あと10年若かったらな。この腕力稲見さん、気合が違いますね。それ以上に金島さんは蒸し扱いはひどいと思うの。うるせえ、虫いいから。